チェゼナーティコは、イタリア共和国エミリアローマーニャ州フォルリチェゼーナ県に、ある、人口、約2万6千人の基礎自治体。県内では、フォルリ、チェゼーナに次いで、第3位の小麦人口を有する、アドリア海と運河で結ばれた、港湾都市である。チェゼナーティコの運河港には、ルネサンス期に、チェーザレ・ボルジアの依頼を受けたレオナルド・ダヴィンチが、関わっている。 フォルリチェゼーナ県東部に位置する。フォルリチェゼーナ県外略図隣接コムーネ隣接する。コムーネは以下の通り。括弧内の RA はラベンナ県所属を示す。チェゼナーティコの町が建設されたのは1302年である。その後はチェゼーナの町の一部とみなされ、18世紀初頭までその市域に含まれていた。チェゼナーティコの運河港は、 1500年に建設された。運河建設は、チェーザレ・ボルジアの依頼によるもので、レオナルド・ダ・ヴィンチが測量を行い、内陸1 5トルを掘り進んで、チェゼーナに到達する計画であった。しばしば、ダ・ヴィンチが運河を設計したとされるが、これは誤りである。イングランド・スコットランドの大戦勝者、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートは、1722年に、 チェゼナーティコのカプチン海修道院に身を寄せている。チェゼナーティコには以下の分離集落がある。チェゼナーティコは人気のある観光地である。海洋博物館は歴史的の様々なタイプの漁船を有しており、運河場に展示されている。1958年に完成した高層ビル、グラッタチエロディ・チェゼナーティコは短期間ながらイタリアで最も高いビルであり、 ヨーロッパでも30位以内に入る高さを持つビルであったイタリアの数学オリンピックのファイナルステージは毎年この町で開催されており、イタリア全国から300人の優秀な高校生が集まる。この町出身の自転車ロードレース選手、マルコパンターにはクライマーとして名を馳せ、異仏に大ロードレースの同一年制覇を果たした選手でイタリアの英雄とみなされている。 悲劇的な死を遂げた2004年以後、毎年9月下旬に彼を記念するロードレースメモリアルマルコ・パンターニがこの町で開催される。マルコ・パンターニの銅像、ありがとうございます。